はい、皆さんこんにちは、 B レジェンドソミラです。7月17日に出場するフィジーク大会に向け2週間切っております。で、本日はね、ダン君とコートレするために大阪の方に向かいます。電車で行くんでね、駅まではこういう感じで歩いていきます。絞れとんな、マジで絞れてきましたよ。かなりいい感じやん。だいぶお腹周りもいい感じになってる。去年の仕上がりプラス2キロぐらいですね。あ、マジでめっちゃいい感じやん。なんで今日は3000キロカロリー食ってるんで。本日は重曹にあるワイズフィットネスさんでトレーニングをさせていただきます。はい、皆さんこんにちは、ダンです。ということで今日もね、もうここの会員なんかなっていうぐらいちょっとめっちゃ来てるんですけど、今日は早速トレーニングしていきます。今日は久しぶりの肩トレのゴートレになります。はい、ワイズフィットネスに到着して、ダン君と今からトレーニングします。お願いします。あれっすね、ちょっと同じカメラインカメで撮った時にこの顔の作りの違いがちょっと、いや今遠近法でしょ、遠近法でしょお互いね、7月17日の兵庫県の大会に出るっていうことで、はい、これからね、ちょっと最後の追い込み2週間ちょっとね、しっかり仕上がりを求めるために一緒にゴートレしていきたいと思います。頑張りましょう。じゃあ行こう。ここからでいきます。1種目目だってるな。はい、ということで1種目目は、ハンマーのショルダープレスやっていきたいと思います。まあ、プレート2枚つけて10レップやった後に、そのままドロップでプレート1枚外して10レップっていうので、ちょっと肩のフロントを一気に使い切っていきたいと思います。お願いします。さっきはショルダープレスでプレスしていったんで、次はちょっとストレッチを意識したフロントショルダーレイズをこのケーブルを使ってやっていきたいと思います。これも結構レップ数は20レップぐらい合計やるんかな、それぐらいやろうと思ってます。やばめっちゃやばい。次3種目目、3種目目は、高重量サイドレイズを20レップ無理やりやってから、ちょっとその重量の半分の重量でまた20レップを4セットぐらいやっていきます。
はい、ということで、次は何種目目ですか？4種目目やっていきます。で、4種目目はシーテッドローのマシンでアップライトローをやっていきたいと思います。ロープを使ってやっていくんですけど、まあフォーム等はまた映像を見て若干分かるか分からないんですけど、その映像で掴んでもらったらなと思います。細かい点はお伝えしません、ケチなんで。いきましょう。はい、トレーニング終わりました。お疲れ様です。ありがとう。ありがとうございます。ね、お互いあと15日やけど一緒に頑張っていこうな。いや、ほんまに頑張りましょう。今日はワイズフィットネスでトレーニングさせていただきました。ありがとうございました。大阪重曹駅ですじゃあダン君が今日ちょっとカーボアップの日、カーボアップというかサイクルで、カーボサイクルのハイカーボデーなんで、ハイカーボデーなんで、ちょっとダン君は今からちょっとみたらし団子2つと酒まんじゅう1つ食べよう。うわ、俺の前で食うんか美味しそうにいただきたいと思います。じゃあ食べに行こうか行きましょう。どれ行くん？いや、僕はこの酒まんじゅうとみたらし2本ですね。やめろや目の前で美味しそうにいただきたいと思います。結構軽いなぁ。しゃあないな、これでも。ご褒美でやな。ご褒美ですね。やっぱカーボサイクル最高っすね。落ちるやん。カーボサイクル、こう2日間3000食べるのにめちゃくちゃ体重落ちるんですよ。やめろや。うわっよく見るやつ。うわ、一口、うん、全然あれやな、楽しまんと一口食いやで。これが僕の楽しみ方です。なるほどな。うまっ。はい、帰ってご飯を食べます。で、ラストね、大会前で2週間、ここからがラストスパートになります。頑張っていきます。応援よろしくお願いします。